これからどうなっていくんでしょうか。それではそちらにお返しします。井上徹ゴルフ大学。はい、前回見ていただいた方はですね、ここまでの展開を分かっていると思いますが、7人で、ショートコースで、抜けていくと、バーディーを取った人が抜けていって、徐々に人が減っていくと、最後に残った人はジャンピングスクワットをみんなに応援されながらフルに10回というね、こういうルールということになっております。ここまでは1ホール目飯田麻里プロがバーディー、ね、西寄りプロが2ホール目でバーディー、そして元飛鳥ちゃんが3ホール目でバーディーということで、3人はもうすでに抜けて、みんなを盛り上げてもらうという役割で出てもらいます。残り4名ということなんですけども、前のホールで中島聖楽とかボギーを打ってしまったのでこのホール実は3人でのプレーということになります。今4名残ってますが、このホールは3名のプレーということになっています。そういう状況が分かりながらですね、皆さんにご覧いただければと思います。では行ってみよう。85ヤード。じゃあ乗り込みよいプロ。真ん中で難しいね、つくのも。はい。はい。ね、今後ろにも向かって。はい。続いて、阿部も。これも弱い。おお、ナイス。だから あそこ結構トラップ持ってきちゃった。めっちゃ持ってくる。段まで来るからこっちの方がいいと思う。いやでも上の段、はい、現場の飯田さん。はい、元さん、現場の飯田です。こちら今ですね、3人打ちまして、2人組になって、2人がカラーという状況ですね。これからどうなっていくんでしょうか。それではそちらにお返しします。大事な阿部萌パーパット。さっきから大事な距離しかやってないっていう。お疲れ様です。サドンデス来た。サドンデス、サドンデスは、サドンデスは次の短いところ使おう。じゃあ、はい、サドンデス行こう。ゴルフ大学、チャンネル登録してね。はい。
ここでサドンです。これはもうあのバーディー取る取らない関係なく一番近い人が、勝者。はい、分かりました。いいですね。はい、はい、え、勝った人から分かります。じゃんけんですよね。あ、じゃんけん、あ、じゃんけん、はい、距離45ヤード。はい、最初はじゃんけんっぽい。45ヤード。そう、でもこれもう近い人が勝ちだからね、パターンないよ。微妙だね。あれより内側はいけそうで、まあ、それなりに緊張感はあって。ちょっとついついか。行きたい気持ちが前に出ちゃった。そんな気持ちが伝わってきますね。うまい。ちょっと強いか。一番強い。止まらない。素の顔です。さっきからちょっとそろそろモザイクかけてもらうね。なんかもうあの面白い。あの面白いよ。試合じゃなければ面白い。ちょっともうなんかおかしいな、本当に。アドレナリンなんじゃない。アドレナリンですか。いらないな、それ。わかんない。あ、え、萌えちゃんが抜ける。萌えだ、萌え抜け。ありがとうございます。もっともいないからね。一番最初に打つっていい説ある。はい、よし、じゃあ次行ってみよう。ゴルフ大学チャンネル登録してね。なんかもう徐々に徐々にこう抜けなきゃ感が。どこか忘れちゃったのかな。あ、いい感じって思うとなんかバン奥みたいな。ひどいね、マジで。さきさんの顔がいいよ、さっきから。いやいや、少しでも映ろうっていうことでしょ。マジでひどいよ。ここここ、そこ行くよ。はい、じゃあ何ホール目だ ?5 ホール目 ?5 ホール目。はい、見てもらえば分かるようにですね、こう池がある、非常に綺麗で、かつ意外と難しいパー3。今この場所からピンまでは、68ヤード。68。ね、バーディー取りたいね。じゃあオーナー。はい。うまいよこれ。あ、でも、そうでしょ。どうなったんだろうね、あれ。あそこからバックスピンかかる予定じゃないね。シャンクしたら。シャンクしないでください。
ナイス。ナイスです。よかった。ほっとするよね。マジ取ろう。なんか徐々に寂しくなる。寂しい、少ない。最初の人数の多さが嘘のように。あっち楽しそうだ。え？なんか抜けてる方が楽しそうってすごいよね。あっちに行きたい。ねえ。こっち来ないで。あっち揉めてます。言えてくれない。はい。なかなか厳しいね。フロントエッジからカップ、まあ、ピンまで4歩半、5歩ぐらいかな。距離は8ヤードぐらい、若干スライスかな。もう出たいね。ありがとう。めちゃくちゃ大事。ナイス。いやー今なかなか痺れるよあの距離。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。